あとなぜかドイツ人の人が一人います。寒いですね。お寒いところ本当にありがとうございます。この冬一寒い夜ね。この冬一らしいですね。いやー恐ろしいですね。ドイツから来るとこのペラペラのですねガラス1枚でこう外と隔たれてる感じがですねすごいこう違和感がある。ドイツなんかこういう感じなんですよそもそもね。で壁厚がなんか20センチとか30センチとかあるんでそれでもクソ寒いのに、こんな時にお集まりいただきましてありがとうございました。ヒロさんどうも今回もなんかいきなり押しかけまして、いえいえとんでもない、これよく聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は映画の上映会をですねこれDVD でしたんですがこれをさせていただこうと思うんですが、いきなりこの映画見てもちょっとライプツィヒってどこみたいな、美味しいのみたいな、なんかそういう反応だと思うので最初にライプツィヒの概要とですね都市の概要とあと僕らがやってるその日本の家っていう NPO がまあどういう経緯でできたかっていうのを、15分から20分ぐらいお話しして、でその後見ていただこうかと。で本編これ DVD 後でもしご興味ある方は寄付金と引き換えにですねこれ持って帰っていただけたらと思うので、まあ夏目そっちがいつも間違える、野口英世まあ1枚ぐらいがまあ目安となってますもしご興味あれば、はい。でこれはですね75分ぐらいあるんですね。でちょっと75分だと今日お見せするにはちょっと長いので1時間弱、55分ぐらいに縮めたものを、お見せしたいと思います。上映会を開きたい場合はどうしたらいいですか。僕のところに